星のコーヒーを後にして今からスターバックスに向かいます。カフェからのカフェ、チェンマイってやってること変わんない、やってること一緒。カフェはしご、カフェはしごっす。入間市にスタバがあるなんて。あるのよ、あのちっちゃいイオンの中に。イオン見えないですけど、ここからでもね、案外近いよ、多分1キロ。1キロ歩きます1キロ歩きます、うん、いやもう田舎ですから、うん、多分このこっちの細道から、いや細道行きましょう、うん、この動画俺史上一番長い動画になる予想。全部入れたいんですか。ほぼほぼ切らなくてもいいんじゃねえかって思ってる。だからもうめちゃめちゃでも編集大変だよ、多分テロップとか入れんの。いやいつも大変そうっすよ。ヒカルもさ、やっぱ自分で編集やったらあれ分かるっしょ、大変さ。いや分かります。てか、うん、コロナの期間結構動画編集したりして、ほんと簡単なことでもめちゃくちゃ時間かかってたんで。そうだよね、 TikTok とかもやってたもんね。 TikToker なんでフィリピン TikTok でリフティングをその貼っても誰も興味ないんでしょうね全然回らない全然回らない。嘘、全然回らない。まあまあこれ練習していいなって思ったんだけどなって思うんだけど、うん、やっぱり違うんですよね。いい技できてもなかなか回らないと。いい技できても回らなきゃ意味ないっすよ。今ね、僕の先輩のアップルニスタ先輩がTikTok 始めたから。え TikTok なんですか、うん、サッカーの戦術動画を TikTok に上げてるらしい。あれ短いんじゃないの、でも動画60秒と15秒と30秒あります、うん、その60秒とかで載せてんのかな。俺もだから勧められて TikTok すごいよとか。 TikTok 結構名前売れますよね。そう、はい、っていうからさ、 TikTok ダウンロードしようとしたらさ、アプリダウンロードするのにさ、指紋認証ミスってちょっと雨降ってる時かなんかに一回指紋認証しようとしたのよ、はい、それでなんか指紋認証できなくて、でなんか指紋がちょっとウエッティになっちゃった。そうウエッティな指紋だったから、で読み込めないですってなって、はい、でそれからなんか今度パスワードを打ち込んでくださいみたいになって、そのパスワードが俺、はい、自分の頭の中にあるパスワード全部ダメで絞り出して、嘘でしょと思って絞り出したけどダメでした。そう、もうだからもうこれもうお手上げですよ、お手上げ状態いいでしょ、イルマシ。いいっすね。車とかめっちゃ可愛いもんこの車、この車めっちゃ可愛い。これ何年ものすか、わかんないヴィンテージじゃないですか。30万キロぐらい走ってる、おそらく。ここの公園見てくださいよ、いいよね、紅葉が。ここで1対1めっちゃいいさ、うん、スペースあるよね。カラカンを見て、で、あそこで懸垂でしょ、あそこの屋根掴んで懸垂。なんか懸垂するところをできるところ探しちゃいますよね。そう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 、だいたい公園来るとさ、はい、どの棒がいいかなとか思うよね。ここあできるできる、あでも壊れそう今のとこね、ここねここ壊れそう、掴んだら壊れそうあでもあのアスレチック多分懸垂できるよ。できますよね、棒がいっぱいだもん。多分海外でさ、はい、生活してるとさ、はい、ちゃんとしたジムをまず見つけるまでに時間かかるからそれまでの間、はい、結構公園は多いじゃん海外って、はい、だからどこの公園のどの棒だったら懸垂できるかまず探すよねあそこ完璧じゃないですか。だってここ完璧、分かってるわ、うん、いいよね。まずやっぱ懸垂できる棒は絶対必要だから、公園にみんなが求めてる、世界中のトレーニーたちが。懸垂すると寿命が伸びるって聞いた。ちょっと待って、何それ、めちゃくちゃいい話めちゃくちゃいい話聞いたっていうのを今言ったんすけど、自分がふざけんなよ。いやでもやっぱ姿勢は良くなるから。あ俺も思うけど、その猫背になったりとかさ、姿勢崩れてくるじゃん、はい、おばあちゃんとかこうなったりさ、はい、あれってやっぱ筋力の低下だよね。筋力が緩んでそれでこう引っ張ってもらえないから、はい、骨格がどんどん歪んでいくみたいな、はい、だからあれちょっとまた公園あるなまた公園あるなって棒探そうっつって公園だらけじゃないですか、うん、いいよね。あそこのシーソー、シーソーで戦います。やめとこ、今日はやめとこ怪我するぞ。あ、ちょっと待って、俺こういう蕎麦屋とかめっちゃ好き、今度行こう、この見つけました、この蕎麦屋。いや絶対美味しいっす、絶対うまい。いろんな人見てくるもんね、俺らこの自撮り棒で撮ってると。 あれ有名な YouTuber の方ですか。 YouTuber かっこいい、声かけられてまだまだそれまでには時間がかかりそうですが、まあ地道に続けることが大事ですよ、何事も。畑の横歩いて、いや田舎道最高。ほらもう光見えてきたよ、もう強そうじゃん、凛としてるよ、さすが元ジャスコ元ジャスコですよ。ジャスコからイオンですもんね、うん、なんかさ、なんだっけな、なんかの YouTube でおすすめかなんかでいっぱい出てきたやつがあったんだけど、はい、若いシンガーソングライターが歌ってて、はい、田舎の歌みたいな、はい、僕らの中でイオンはジャスコあまりにもジャスコの歴史が長かったんでそうずっとジャスコかさ、もう俺の中では日医とかもあったからね。日医は知らないっす
日なんすかそれ、うん、日からジャスコになって、はい、イオンになったとこがこの前潰れたよ隣の狭山市の悲しいけど日ジャスコイオンですか、うん、でそして潰れて今ないさらち今歴史がもうありますね、うん、来たこっちかなこっちから入る行っちゃうか行きましょう行かしてもらおうあざっすやっぱ譲り合いの精神いいっすよねあれタイとかフィリピンだったらもう桃缶食らってますからそうだよタイであの運転した時渋滞で止まったサイドミラーバイクに持ってかれましたからパンッつってやばい渋滞でハマってるから動けないじゃないですか、うん、わーいって言ってもう向こうですけど次オーナーにサイドミラーやられましたって言ったらあオッケーオッケー何がオッケーなのか分からなかったですけどこんなの当たり前みたいなマイペン内何でもマイペン内で片付けようとするからねピカさんオッケーオッケーいいやつだな支給してもらって1ヶ月でやりましたサイドミラーブラジル人のルキアもやってましたあの今ジュビロのね、はい、ルクティスクレイジーかわいいなケラケラ笑いましたけどねやったのかつってちょっと待ってピカさんもしかして到着かなあスタバよしあうまいうまいな優しいよねソイラテテンション上がっちゃいますテンション上がるよバームクーヘン今日はクッキーいただきますあうん、バームクーヘン好きなんですようまいよね優しいし優しいでも詰まれちゃう優しさに、うん、どういうことえてかあの車かっこよくないのかなんていう色あれなんていう色髪色あ俺の髪色抹茶抹茶もうまそうだねうまそうまあ、こういう悪いなこれ結局あれお前が使った俺は覚えてるよ結局あれ食ってないでしょ飲んでないっす飲んでないよね、はい、飲めなかったっすチェンマイのカフェにすーげー体に悪そうなビスケットとかチョコとかいっぱいシェイクされてる、はい、カロリーこれだけで3000ぐらいあるだろうみたいなねシーズン終わったら飲もうぜとかって言ってたんですけど結局飲まずビビっちゃいましたビビったよねあれはちょっとあれはやばいっすやばいよ絶対ちょっとあれだけ飲みにチェンマイ行きたいよねフラペチーノとか飲まないですかうん、甘いコーヒーっていうのはもう飲まないです、うん、すみません一人で食っちゃいましたいや全然俺もこれ今一人で食ってる食べるちょっと面接受けたいですね面接官にサッカーやれって言われちゃうから光るわ峯岸君はサッカーやった方がいいよっつって懐かしいなそんな話したな去年長所と短所教えてくださいってサッカーの話ばっかりしてたんですよああもう峯岸君それはサッカーやめない方がいいわって言われましたなんていう人だったっけでもその人のおかげだもんねその人のおかげです本当に今もサッカー続けてんの、まあ、そこで諦めてたら力さんになってないですかねここ普通にだって仙台で就職して、はい、多分働いてるもんね普通に就職して普通に働いて多分子供は2人ぐらいいて、うん、2人で我慢できる大丈夫まあもう1人ぐらい欲しいですね峯岸家は3人兄弟だったので、うん、男女かですねそう女の子欲しいよね女の子欲しい俺も女の子めっちゃ欲しい娘欲しい娘に何か言われたら怒ることできます無理だよね入間市完全に満喫しちゃってますねこれ完璧だねレギュラーだからな俺チカリタ TV そうだよ出なすぎよ1年間出てないから準レギュラーになっちゃった降格しちゃった、うん、そうだよ来てよかったっすもう日が暮れ始めてるよなんなら雨も降りそうだよ雨はまだ降んないと思いますよちょっとでもなんかあれじゃん昼頃めっちゃ晴れてたじゃんすげえ暑かったのにさ沖縄さ東京トラベルでさ3泊4日で飛行機でホテルも3泊4日ついてて、はい、でレンタカーも全部込みで21,000円、はい、それナイキのティエンポ一足分ぐらいじゃないですか間違いないティエンポ一足分じゃないですか21,000円ティエンポで沖縄行ってきた感じ税込みで、うんしかもトップオブトップのテンポじゃないでしょ、はい、2番目ぐらいのクオリティのやつでしょマーキュリアルとか4万するんじゃないですか誰が買うのそう履いたことないけどさそういうのどうなんだろうね実際やっぱ違うのかな一回履いたんですよどうだった違った走れなかった痛すぎて逆に3万円ぐらい無駄にしました刺繍もしてピカ14って入れて視聴者さんサービスでいいっすかピカ14って入ってるんですかピカ14スパイク25cm自分 5.5 なのになぜかその時25を買うなんかね横
横狭け横狭けうわそこ痛いの超ストレスだよね超痛いストレスやだでもなんかマーキリアルを履いてる選手が最初だけだからってそれ乗り越えればって言うんですけど足フィットしてくるとはい全然フィットしてこなかったです我慢して履いてたら中足骨折ります中足骨折れるねよいしょありがとう。マジで来てくれてありがとう。気をつけて帰って。いりました。最高でした。ありがとうございます。あ、ピカさん、あの荷物、荷物、荷物、荷物。えり橋に爪痕っていうか荷物を置いてくところだった。まずいよ、それは。じゃあね。ありがとうございました。お疲れ。またね。These roads intersect on each one I